この取り組みは、子どもたちに地域との関わりや食べ物の大切さを学んでもらおうと、野々市の不動産会社、衣川商事などが企画したものです。白山市内で行われた田植えには、地元の親子連れやフットサルチームの選手など、およそ100人が参加しました。子どもたちは時折転びそうになりながらも、立派に育つよう願いを込めて、一つ一つ苗を植えていきました。楽しい。楽しい。最初大変だったけど楽しかったね。ごめん。この取り組みでは、稲刈りの体験やおにぎり作りなども行う予定だということです。